静川駅は宮城県元吉郡南三陸町静川座十日町にある東日本旅客鉄道気仙沼線 BRT のバス停留所である。もともとは同社の気仙沼線の鉄道駅であった。バス展開場の中央に乗降場があり、付近に窓口兼待合室と男女トイレが設けられている。静川駅を始発、終着とする便があり。 バス留置用のスペースが展開場内に設けられている。都バスの BRT 静川駅停留所と共用となっており、両方向とも同一の乗降場から乗り降りする。BRT の運行開始時は、鉄道駅舎跡地前に駅を設置していたが、本格運行開始に合わせて、消防署跡地に新駅舎が整備され、駅を移設した。 窓口業務も震災前同様に JR 東日本東北総合サービスが受託し再開された。2017年には移転した南三陸三山商店街の付近に駅を移設した。2022年2月には商店街の北側に道の駅が完成予定で駅に設けられる公共交通ターミナルに移設する計画となっている。東日本大震災発生以前は 三式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ、地上駅であり、石巻駅管理の業務委託駅であった。駅舎には、出札窓口が設置されていた。乗り場、JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は29人である。2000年度以降の推移は、以下の通りである。なお、気仙沼線は、 東日本大震災後に BRT による復旧をしたため2011年度以前の統計は鉄道運行時のものとなる。鉄道 BRT。ありがとうございます。